グルテングルメ。皆さんこんにちは、グルテングルメです。今回はですね、白金高輪にある丸一ベーグルさんにやってきました。7時オープンなんですけど、サンドイッチとかはね8時からオープンということで、8時半ら辺に行きました。平日です。ですんなりね入れます。でちょっとあの撮影禁止で、ここのところだけね撮影 OK なんですけど、こんな感じでいろんなベーグルが並んでて、でこっから好きなベーグルの生地を選んで、そこでねおすすめシナモンレーズン選んで、であのクリームチーズとかと挟みます。でこういったねミニベーグルっていうのもあって、まああるちょっとねないやつがあるんだけど、まあ、あればラッキーみたいな感じで、であの玄米のベーグルとかがね結構有名です。米粉のベーグルとか、あとはなんか私は結構塩のベーグルとかが好きです。あの岩塩でかいのが乗ってるやつとか、あとそうこれかな、ハニーフィグっていうのがねめちゃくちゃ美味しいです。はい、というわけでですね、購入できました。これがねあのハチミツセサミのなんか小豆のやつと、ソルトチキンとね野菜クリームチーズ、なんかドライトマトとドライトマトクリームチーズとプロシュート、アップルクリームチーズ、これがもうできてるやつで、デーツバターサンド、ハニーバターサンドと丸一のチーズケーキです。はい、じゃあ早速いただきます。こちらのめっちゃ気になったハチミツセサミの玄米ベーグルにしました。で、温めがね、お願いできたので温めてもらいました。これ1個で1350円っていうホールだからね、仕方ないんですけど、うわー待って、美味しそう。はちみつセサミ玄米のベーグルと小豆です。いただきます。待って、美味しそう。なんかぬてぬてしてる。待って、もちもち感、金ごま的な色だから蜂蜜っぽいのかなと思ったんですけど、思ったよりもだいぶごま、小豆は結構コリコリ系で、甘さがすごい控えめで、はい、美味しくない？玄米ベーグルもちもち。あれなんだろう、何？ごまだれみたいな。ごまだれ、どういうこと？美味しい？楽しいことしてるね、うん、いいね。思ったよりクリームチーズじゃない？ドライトマトクリームチーズ、思ったよりもなんか癖とかは強くないね。強くないっていうか、なんだろう、微妙な癖がある。次はこちらのソルトチキン、レタスと野菜クリームチーズのサンドいきます。なんだろう、ごま？野菜クリームチーズ美味しい。さっきのドライトマトのクリームチーズよりも好きかも。チキンがね、かなりしっとりしてる。レタス美味しい、シャキシャキだな。美味しい、思ったよりもなんかぬっちりしてる感じで、ベーグルが美味しいよね。ねえ待って、ごま出てきちゃう。ん？また怒られたって？ありがたいご指摘。ん？ありがたいご指摘だ。何なの？なんかチキンも何とも言えない塩気があって美味しい。あ、でも食べたいレーズンクリームチーズ食べてない。待って、美味しいね。うん、何ベーグルこれ、すごい美味しい。ハチミツフィグか、めちゃくちゃ美味しいじゃん。結構ハチミツなんですよね。シナモンクリームチーズやっぱ一番好きだわ。でもあ、あの時節どこ怖い怖い、ね、大丈夫、ありがとう。え、ついてるから言ってね。ついた？うん、バターバターサンド。何？今度あれやりたい、あのソルトの、うん、ベーグルに、うん、あの無塩バターで食べたい。どうかな。うん、的にはじゃあ、うん、塩気が欲しくないってことだね。そうそう、塩バター好きだから。うん、うま、うん、でもシナモンのベーグルが美味しい。麦麦ってこういう硬いことなんて言うんですか？麦麦とは歯ごたえがある。声が小さい。麦麦とは歯ごたえがあることだそうです。バターが一番美味しい。うん、アップルシナモンクリームチーズが一番美味しい。行くたびそれしか食べてなかったんですけど、やっぱ美味しい。ハチミツさんも美味しいけど、ハチミツフィグのベーグルがなんかちょっとカリカリしてて美味しかった。引きもなんかあんまりない感じで。引きって何ですか？何なの？引き？なんか普通に
あんまりよくわかんないままずっとうんうん言ってたけど、聞いてなんかちょっとチューイーな感じ、歯ごたえ、噛み切れにくいって。あ、そう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 、イカみたいな。そう、あー、わかりやすい、イカみたいな感じ。うん、これ開けていい？レッツバター、なんだっけ、キャラウェイベーグル、なんだっけ、レッツがなんかキラキラしてる。いきます。うん、このベーグル美味しい。ライ麦系とか結構美味しいかも。あっけ、デーツと出ないかもしれない。デーツとビーツと違う、全然違う。どう、デーツ行ってみて。あ、もう分かった、もう分かった。食べてないけど、食べれないですよ多分。あ、でもオレンジみたいな香りする、ちょっとスパイスみたいな、ちょっと癖ある。美味しい。でも地味にお腹にたまるね。地味、うん、地味に。あ、でも合うかも、まろやかになる、はい、うわー大きい。こんなにあるマルイチのチーズケーキ、なんかでっかいパウンドケーキ型で焼いてんのかな。え、食べていい？食べるね。うん、めっちゃ美味しいこれ。うん、ちょっと水っぽい。いや、食べてないから分かんない。ねっとりとかってもうほろっていく、サンドしたくなる、甘さ控えめな感じで。そう、なんか豆腐使ってるみたい、わかる。めっちゃ言いたいこと。美味しい。でも普通に香るしね。え、わかんない。うん、というわけで完食しました。あんまりなんかレポというレポもしてないんですけど、私はアップルシナモンクリームチーズとハチミツフィグのベーグルがね、めっちゃ美味しかった。ベーグルの生地を選んで、中にいるクリーム、入れるクリームチーズとかなんかいろいろこう、まあ選んでいくんですけど、ちょっとそこ撮影禁止なんでね、ちょっとあんまり紹介ができてないんですけど、でもなんか人気なのは野菜クリームチーズとアップルシナモンクリームチーズで、ドライトマトっていう人もいたんだけど、ドライトマトは私正直美味しいけど、野菜クリームチーズとね、アップルシナモンクリームチーズの方が好きでした。で、あの玄米ベーグルはね、絶対食べてください。めっちゃ美味しいので。はちみつセサミも美味しかったね。めっちゃごまごまって感じ。でも結構だいぶ期待しちゃったから、なんかうわやばいっていうよりも、やっぱりでもアップルクリームチーズ美味しいなって私はなったかも。なんかある？バターも美味しいですね。毎回バターの話だけすればいいと思って。はい、という感じで、でもめっちゃ美味しかった。温めてくれるからいいです。あとなんか冷めてるから硬いかなと思ったけど、意外とね、全然そうでもなくて、ものによるかな。ごまの白いベーグルは冷めててもなんかちょっとしっとりしてた気がする。シナモンのベーグルは、レーズンシナモンはちょっと硬かったかもね。でも全然なんかそれでも美味しい。はい、というわけで皆さんもぜひ行ってみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。